やあ、新長くんです。みんな元気？今日はすごく大切なことをお伝えしないといけないんだ。みんな、僕が今までお届けしてきた身長をぐんと伸ばすために必要なことを実践してくれていると思うんだけど、頑張っているのに身長が低いまま止まってしまった人たちが僕の周りに何人かいるんだよ。みんなはそうならないようにしっかり見てね。まずは意識して運動していた先輩の K 君だよ。もともとサッカー少年だったんだけど、身長を伸ばすのに必要な成長ホルモンが運動することで出るって知ってからはそれまで以上に頑張るようになったんだ。でもある日久々に会ったら、なんと筋肉が大きくなってマッチョタイプに変身してて、なんだかスタイルが変わった気がって言ったら、うん、最近筋トレにハマっててってにっこり。実は筋肉を大きくするために栄養が使われてしまうと身長を伸ばす分が足りなくなる場合があるんだ。だからこの時筋肉をつけすぎているんじゃないかなって心配になったんだけど、それから数年経って久々に K 君に会ったら、やっぱり残念だけどあの時とほとんど変わらない身長だったんだ。でもまあその分筋肉がすごくてボディービルの道を極めたいって幸せそうだったけどね。とはいえもちろん運動は身長を伸ばすのにとても大切な要素。ちょっときついなーという運動を30分やってくれ。2006年に発表されたアメリカの論文によると、2から20倍程度運動ホルモンが分泌されるそうなんだ。このグラフを見てほしいんだ。縦軸が成長ホルモン、横軸が時間軸になっているよ。左が女性、右が男性だ。まさに運動によって成長ホルモンがぐーんと上がっているのがわかると思う。筋肉より身長を大きくしたいなら、筋トレは自重トレーニングまでにして、サッカーやバスケなど全身を使うスポーツを積極的にやっていこう。ということで筋トレのやりすぎは要注意だよ。次に紹介するのは S ちゃんだよ。身長を伸ばしたいっていつも言ってた S ちゃんは、身長先生が重要な栄養素としてタンパク質を上げていることを知ってからは、特に動物性のタンパク質、肉や乳製品、卵なんかを積極的に摂り始めたんだ。ところがそれから徐々に S ちゃんは太り始めてしまって、どれも S ちゃんの好物ばかりで食べ過ぎてしまうことが原因だったみたいだけど、肥満は思春期を早めてしまう可能性があって、身長を伸ばすには大敵の早熟の原因になってしまうんだ。肥満は子どもの脂肪細胞が大きく膨らんでしまい、その脂肪細胞からレプチンという物質が思春期を促すと言われているよ。特に女の子の肥満は思春期を早める可能性があるらしいんだ。アメリカの論文で言われていたり、権威のあるドクターも言っていたりするよ。結局肥満児として過ごしていた S ちゃんにはやっぱり早熟の傾向が現れてしまい、身長よりも脂肪を意識する日々を送ることに。タンパク質を摂ることは非常に大切だけど、バランスを考えた食生活を意識して正常体重に近づけることが非常に大切なんだ。最後は T 君のケースだよ。すごくこだわりが強い T 君は、身長を伸ばそうと決めてからは身長先生おすすめの方法にすごく忠実な日々を過ごし始めたんだ。運動も栄養も睡眠も全て身長を伸ばすためにスケジュールを決めて着実にこなしていたよ。ところがしばらく経つと T 君の様子がおかしくなってきて、僕が最近なんだかイライラしているみたいだけどどうしたのって聞いたら、睡眠時間を確保しようと早めにベッドに入ってもすぐには眠れないとか、自分の予定通りに行かないとすごくストレスを感じてしまうんだ。それにお母さんが作ってくれた夕飯も自分の計算よりタンパク質が少ないと怒鳴ってしまったりって、どんどんイライラが止まらなくなって困っているって言ってたよ。実はストレスは身長を伸ばすのにすごく悪い影響を与えるんだ。脳下垂体から成長ホルモンが分泌されにくくなったり、質のいい睡眠が取れづらくなったりと悪いことだらけ。特に睡眠の質が下がると成長ホルモンの分泌に大きな悪影響を及ぼすんだ。グラフからも分かる通り、
やっぱり夜寝ている間に成長ホルモンは多く分泌されるから、睡眠の質は本当に大事なんだ。せっかくのいい影響も台無しになってしまうから、この T 君みたいにねばならないが強すぎてストレスと感じていないか、結局伸びるはずの身長さえも伸びないなんて恐ろしいことになっていないか、ちゃんと冷静に考えてみようね。さあ、僕の周りの3人を紹介したけど、みんなはやりすぎになっていないかな。もちろん運動も栄養もスケジュールもどれも身長を伸ばすには大切な要素。でも何事もバランスが大切だよ。みんなも楽しみながら身長を伸ばすことを目指そう。じゃ、また次回の動画でね。